じまゆです。私たち大好きなサンクリの生活もこう長く続いてまして、はい、ちょっと今日はですね、この町でラーメン屋さんがある。ラーメン屋さんもあるのっていうね、何でもあるじゃないですかっていうところなんだけどね。しかもなんか日本人の人がねやってるっぽいんだよね、うん、まあ、各国いろんなラーメン今まで食ってきたけど、はい、また日本人としてメキシコサンクリのラーメンがどんなもんかっていうのを ねちょっとレビューしたいと思います。楽しみー。ラーメンってカタカナで書いてある。え、本当だ。じゃあですね、わラーメン、醤油、担々、味噌、塩、豚骨もあるんだ。担々いいな、辛いの。すごいいい店内、めっちゃ綺麗ね。てか店内がすごい可愛い、なんかおしゃれじゃない。やっぱあのちゃんと日本人の人がやってる感じじゃない、うん、なんかさ外国人がいてさ風なことをする店内あるけどさ、めっちゃ可愛い、めっちゃ綺麗ですね、店が。どんな感じですか、これから。いろいろあるね。どうしよっかな。どうしよう、迷うな。ちなみにラーメン食べるのっていつぶりだっけ。モロッコ。モロッコか。モロッコのラーメンぶりだね。そうだ。売られてる。すんごい売ってくる、ね、どうしよう。おすすめ聞く。おすすめ聞こうか。ね、東京豚骨ってこれ家系ってことじゃない。そういうことじゃない。やばくない。あなたが食べたかったものじゃない。マジで。わかる。タンタンもいいな。おすすめ今ここで売れてるのはタンタン。あ、タンタンなんだ。あ、やっぱそうなんですね。うん、これはなんか家系ラーメンみたいな感じのあれですよね。はいはい、僕それ、はい、私どうしよう。タンタンはちょっと辛いので、はい、ごまのやつ。辛いの好きだもんね。じゃあ辛いのタンタンにします。てか俺家系食えるのやばいね。やばいじゃあ、なんかタンタン麺最高。これはナンプラーに、はい、チリセラーを、これはあの食べるラー油と、わーお食べるラー油とって。あ、てかやっぱラーメン屋だけどさ、やっぱサルサをちゃんとこうやっぱ。でもさ、ミクロ寿司もそうだったじゃん。あ、サルサはやっぱつきもんなんだよね、テーブルのところにね。みんな好きだからさ。おもろ。わあ。グラシアス。グラシアス。美味しそう。ね。これすごくない？このさ、見てこの油がさ、ほら本当に、これ見てください、皆さん。こんなんさ、匂いが絶対うまいじゃん、ね、スープ。いただきます。生き返った。うーまー。うわー、これうんめえ。素晴らしいですね。ちょっといいですかね。どうぞどうぞ。まさかメキシコのサンクリで家系が食べられるとは。あ、やばい。めちゃくちゃうまい。すっげえ伸び。ニンニクすっごい効いてる。ああ、そうだな。匂いが、うん、するもん。でもさ、すげえな。多分標高すごい高いから、うん、そうだよね。麺とか麺とかすごい難しいと思うんだけど、すごく美味しい。うわー、なんかこのさ、器コウジさんのはちょっと平たくて、そうだね、ちゃんとあの淡々とこう合わせてるよね、なんかその。ピカンってピカンって。どんぐらい辛いんだろうね。でもうちの人向けだから結構辛いんじゃないかな。そうだね。最高じゃん。最高です。麺めっちゃうまい。スープ飲みますね。おいしい。うまい。このごまが効いててさ。結構辛い。あ、もう結構辛い。マジで。ちゃんと辛い。俺ができきついレベルかな、辛さ。小石さんがでやる感じかもね。ちょっとスープ。おお。でも辛いけど美味しいよね。うまみが辛い。辛い辛い辛い、結構辛い。でもうまみすごいな。美味しい。うまみがすごい。私嬉しいのがこのほうれん草さんがね入ってる。豆もやしも。これあれじゃん、今気づいたけど、あのレンゲが日本のやつだね。ちゃんとここさ、こう引っかかるようになってるやつなんですよ。このね、気になるチャーシュー、超うまそう。私のチャーシューコーナーでございます。あ、もうやっばい。バカみたいにうまいわ、チャーシュー。やばい、味染みおるわ。出た。
味しみよる。前この俺のスープ飲んでる。飲んでない。久しぶりに見たの。すごいよ結構。うん、ニンニクがガツンと効いてて。うまっ。すごいよね。うまっこれ。やっぱニンニクってうまいよ。やばいよね。うまっ。その流れでこの出してもらったサルサソース。食べるラー油だったよ。いつぶりよ。うん、聞こえやすいだろ。赤い味変できるのいいっすね、うん、うまい。食べるラー油めちゃくちゃうまい。本当においしい。あら、コウジさんがせっかくなんで、コウジさんが食べるラー油入れてる。ラー油とかもさ、なかなかないんでね。あ、美味しいよね。赤い、でもうまい。赤でもうまい。結構お腹いっぱいだね。すっごいかな。あと麺も、うん、結構しっかりしてて満足度やば、うん、分かる分かる。てかそう量じゃなくて満足度がやばいから、うん、お腹いっぱいなんだよね。そう、個人的にこのラー油やばい。久しぶりすぎて、うわ全部飲み干してる。結構お腹いっぱいなんだよ、うん、だちょっとこれ残せない。確かにもったいなさすぎて。こんなの飲める。あ、綺麗に飲み干しました。これね、ほんと生き返ってたわ。いい顔してるな。気持ちいい。すごいいい顔してるよ。達成感すごい、うん、なんか気持ちいい。北島康介感じ。そうだ、ちょ私まで。でもね、焼肉とごまがめっちゃうまいので、味も美味しいから飲めちゃう。ほんと無理して飲んでるんじゃないんだよね俺ら。これほんと飲んじゃうよ。飲んじゃう。結構な量あったけど、こんなの食べれることなかなかないから。完食。めっちゃうまかった。いやこれ飲んじゃうよマジで。全部最後見てください皆さん、完全なる完食でございます。いやめっちゃ美味しかったです。ありがとうございました。本当びっくりした。本当に10年くらいやってる。あ、10年。サンクリでラーメン屋さんも10年やってるわけですよね。最初はもうお寿司とか。ああ、そうなんだ。はい。なんか麺とかって標高の関係でむずいとかそういうのないんですか？ガス台持ってきてます。あー、なるほどね。強いやつでやって。すごい、ガス台持ってきてんだ。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。というわけで、いや大満足です。大満足。いやサンクリー出れない。いや、やばいよね本当に。なんかこのなんだろう、ぶってるラーメンじゃなくてちゃんとガチのラーメン食えちゃうっていう日本人の方が作ってる。しかもちゃんとさ、すごい努力して作ってるわけじゃん、うん、こういう標高高いところでっていう。それがなんか感動したし、あ、てか普通に本当にうまかった。普通に、あの本当にお世辞抜きで美味しかった。いやごちそうさまでした。ごちそうさまでした。もしもあのサンプル来た時はね、わサンプル、はい、ごちそうさまでした。見てみてください。ももちゃん遊ぼう。まあ閉めんの読めないでしょ。でもこれはさ、表紙なんじゃないの。アニマルなんとか。いやー、品だけ入れとくれ。やばい、贅沢すぎる。これはやばいわ。唐揚げちゃんとそれ包んでくれる。ももちゃんが包んでくれました。やってきたマジでこれ上がるわ。美しいな、これ。すごいね。もう1年以上だよね。林田さん、待って、日本出てから食ってないもん。ありがとう。優しいウェイトレスさんが。優しいですね。このテーブルやばいな。超美味しそう。やばいな。お待たせしました。やばい。幸せだ。
おいしい幸せ、すっごい美味しい。あの、なんかいろんな、いろんなものが詰まっている。うまみが、うまみが。いただきます。揺れてます、揺れてます、揺れてます。うまっ。よかった。これは幸せです。何それ。このテーブルをね、みんなで囲んでご飯を食べることが幸せだね、本当に。幸せだよね。すごいな、この噛む力が。ボール噛んでいいよ。本当にいいです。はい。で、あ、いつの間にか氷さんが3枚になった。うん。当たんない。恒例のババ抜きタイム。すごいね、みんなこうくるくる回ってる。お、あ、あ、あれ？こっちじゃない？私がちゃんと。で、血が引く。あ、こっちやん。うわ、びっくりした。おたくみ、嬉しい。どっから声出してんの？やばい、やばい、やばい、やばい。あれ、で、で、私引いて、ダメ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 、